た。ハロー、今からツイッター書きますね。ショールーム始めました。かっこ話した話し足りなかったらインスタライブします。ぜひ見に来てください。やりました。で文字がうまく打つかな。よし、ツイッター更新します。オッケー。これさ、シェアみたいな知ってるんだ。アカウント、よし、ツイートできたのかな。これ見てみよう。できてるー、できてるー、できてるー。時間がない、いやーと思って、とりあえず配信ボタンだけ押して待ってたら、やっぱ告知って大事だなって思った今日。お、来た来たぞ。見てくれるらしい、みんなも。よし。なんか私の予想では、話足りなくてインスタライブに行く気がするので、皆さんなんかちょっとあれですね、インスタライブ来てっていうかもしれないですけど、この時はまた来てください。ほい。ねえ、なんか今日さ、前髪変じゃないですか。なんだろう、ここがね、ない。ここがね、カスカス。なんだ、長い毛出てきた。なんだ、なんか前髪薄い、薄いぞ。いつも薄いんだけど。ね、なんでここ割れるの？今日固めたんだけどな、うまく。時間経ったからかね。まあ、なんでもいいか。なんかすごい変わった前髪してるけど。まあ、いいか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 。ほい。照明が強すぎる気がする。昨日も言ったんですけど、ですね、私家の中ではここで配信するしかございません。実家暮らしで家族もいるので、それはちょっと夜遅いんで迷惑かけられないんで、この今いるところでしか配信できないんですけど、この上にあるね、照明がね、なんていうの、生まれてからずっとこの照明でどうしようもないんですよ。そう、どうしようもないから、すごい申し訳ないんですけど、ちょっとこのまま行かせていただきます。そう、ごめんね。女優ライトだと思って許して。女優ライトだっけ。みんな優しい、ありがとう。いいねんで、白いのもいいんじゃない、ありがとう。やさおとやさじょうだね。宿命みたいなもの、大丈夫だよ。そう、美白になる、スポットライトだよ。スポットライト家でも浴びてる女。可愛いから許す。なんだそれ、ありがとう。君かわいいね、ありがとう。ね、ここ立つだけで誰でも、誰に言っても誰でも美白になれるね、白飛び効果で。こうやってやったらね、だいぶ平気なんですけど、こうやって離れると白飛びする。この配信ちょっとさすがに近すぎるので、今日のメイク取れてる。
よく言われるけどカラコンはつけてません。ほら自然ドワープ。ぬんぬんぬん。なことやってると終わるんだよね、きっと。知ってる、もう51分だもん。え、どうしよう。12時、ちょっとあれあれあれよ。そうそうそう、今日まだね、あの1日1、皆さんの前で1日1投票のやつ、今日はあの決まってるんですけど、何で投票しようっていうのは。ちょっと待って、揺れてる。ストッピング、ストッピング、ストッピング、ちょっと待ってね。まずそもそも登録してないから登録します。ここで今日はちょっとやったらのお楽しみ。ここから投票するぞ。今登録中です、登録中です、少々お待ちを。登録中ですよ。すごい音痴な人みたいになった。ちょっと待ってな。なんか今ね Wi-Fi 環境があんまり良くなくて、なんかこの携帯がなんかいまいち使いにくくて、ほんと申し訳ない。今登録だって。登録してます。ちょっと待ってね。登録中、登録中、登録中、登録中。ちょっと待ってね、本当に。からメールが届くはずだけど、届いた。うわ、どうだって。ちょっと待ってね。投票待ってる間に終わりそう。終わってしまったらインスタライブに移行するので、ちょっと待ってね。なんか鼻声って書かれてるけど、どうなんだろう、わかんない自分では。何って、 Wi-Fi がちょっと本当に調子良くない、どうしよう。よし、できたかな。あ、まだやった。なんかワンクリックとかで全てピンってピンってピンっていうか飛んでしまうのは携帯の怖いとこだよね。できたかな。あー、まだやった。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとで終わります。皆さんちょっと待って。ニックネームさきぽん。これで、あー、このさ、そういうこういう作業がさ大変だっていうこともこうやって皆さんの前でやることによってわかるから、一日一投票皆さんの前でやることは良かったなって今も思ってます。来た、登録完了したぞ。登録完了したからトップへっていうとこしてるんだけど、もうちょっと遅い、ごめんね。おめでとう、やった。ちょっと待ってね、あと5分か。次はこちら。え、どうしよう、インスタライブでさ余裕を持ちながらやった方がいいよね、あと5分でやるのより。え、どうなんやろ、どっちがいいかな、いいかな。インスタライブでさゆっくりさ3、2、1プチってさ、今いつもみたいにさ
やった方がいいかな。今来ましたって方も多いし、やっぱそうしようかな。そうだねって。インスタの方が良さそうだね、やっぱり。5分でも全然できるんですけど、ゆっくりやりたい。ゆっくりっていうか、皆さんのスクショタイムとかもね、いつもやってくださるから考えて。うん、じゃあインスタライブ行こう。これの配信が切れるまでとりあえずはショールームして、それが終わったら投票しますね。だからインスタライブ見えるようにお願いします。インスタライブはそのインスタグラムをアプリとして撮ってもらって無料なんですけど、それで竹内咲って検索すると多分私のアカウントが出てくるので、その私のアカウントからライブ配信に飛ぶことができるので、皆さんぜひ。まだインスタライブよくわかんないよとか、インスタ撮ってないよって方はぜひ今のうちに、今のうちにインスタをぜひ撮ってくださると嬉しいなと思います。インスタライブ見ながら寝落ちするぞ。寝落ち。明日ね、今日私朝4時起きだったんですけど、なんか帰りの新幹線とかで結構寝て、あんまり眠たくないから今日も平気です。あとね、何落としたんだっけ。あ、そう、明日が今日みたいな4時起きとかじゃないから、全然夜遅いのは逆に皆さんを寝かせられないっていうのもあれなんですけど、睡眠時間をきっと私は削ってしまうことになるので、そこまで多くはやらないですけど、今日はインスタライブでちょっと行こうなと思います。イエ、女優ライト。あ、ここに光を集めたらいいんじゃない。光を集めて、ほら、私の自分の顔今暗くない。ほら、光を手に。はあ、ほら、こうやってやるともう顔もなるけど、ででででででで、ほら顔暗くなった。これじゃない、来たんじゃない、この手に光を集める方式じゃない。でもさ、いきなりさ見た方がさ不思議に思うよね。この構図で何やってんだろうこの人って。私のこと知らない方だったらなお変な人だと思われるよね。何してるんや。ひでペロリン。あ、あと1分やって、じゃあちょインスタライブに移行します。インスタライブに移行します。3位の方が見れない。内田さん、ライドさん、3位の方が見れない。うん、3位の方読めないけど愛は伝わってるよ。しげさんかな。しげさんね、ありがとうございます。3位までしか読めなかった、ごめんね。今からインスタライブ行くので、皆さんインスタライブで待ってます。すぐ配信できるように頑張ります。手配します。頑張るね、バイバイ、後でね、ありがとう、バイバイ。インスタライブ、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 インスタライブ行きます。インスタライブ、インスタライブ。